で 4, 4、428号機、2012年で4、428号機、2011年工事列車を、牽引するで4、428号機、モントルー駅、2006年モントルー・オーベルラン、ベルノワ鉄道で4、427から28系電車は、スイス西部のモントルー・オーベルラン・ベルノワ鉄道で、使用されていた、山岳鉄道用荷物電車である。なお、本機は c、c フス四。 4型3等、荷物、郵便号作り電車として製造されたものであるが、その後1956、62年の、昇号改正や、郵便室と客室の廃止を経て、で4、4型となったものである。スイス西部のモントルー・オーベルラン・ベルノワ鉄道は1901から12年の開業以来、旅客列車、貨物列車ともに電車が牽引をしており、 旅客列車には1904から6年生で1時間定格出力1 9 2キロワットの23等、荷物、合わせ作り電車であるブックフ4、47から20系の14両が、重量のある列車や貨物列車には1912年生で1時間定格出力3 3 6キロワットのブフス4、423から26系3等、郵便、荷物電車4両が主力として使用されていた。 そういった中、1920年代の輸送量の増大に伴い重量のある列車が増加したため、この牽引用として用意された機体が CFS4、4型として1924年に27、28号機の計2機が導入された本形式である。本形式は CFS4、423から26型をベースに、大枠や車体構造の変更や主電動機の密閉式から、 自己通風式への改造などの技術の進歩を反映させたものであり、1956年の客室等級の1から3等の3段階から1から2等への2段階への統合と、これに伴う称号改正により、本形式の3等室は2等室となって、形式記号も C から B に変更となったため、形式名がブフス4、4型となり、 さらに1962年の称号改正により、荷物室の形式記号が F から D に変更となったため、形式名が v j 4 4型となっている。本形式は抵抗制御により72パーミルで40トンを、牽引可能な協力機であり、車体、台車、機械部分の製造を、シグが、主制御機、主電動機、電気機器の製造は BBC が担当しており、 各機体の基板と機械品、電気品製造所、製造年は以下の通りである。ありがとうございます。